村田通る、村田通る、村田通る。1985年5月20日隊は、大阪府仙南郡熊取町出身のプロ野球選手、当主。右投へ左だ。NPB、北海道日本ハムファイターズに所属。小学4年の時に野球を始め、当初は外野手だったが当初に転校。大阪体育大学浪小高等学校時代は1年秋から、エースとして、 中期近畿大会でベスト8に進出、翌年の第74回選抜高等学校野球大会に出場して一勝を挙げた。大阪大学大学進学後は肘、肩の痛みに悩まされたが、3年時の全日本大学野球選手権大会では5試合すべてで抑え投手として起用され、18回に3を投げて初優勝に貢献。自身も4勝0敗。 防御率0.48の成績を上げて、大会 MVP を受賞した。大学通算13勝10敗。2007年2月に、右足首の人体帯を切断、手術し、大半をリハビリに費やすことになったが、11月19日のドラフト会議で巨人から1巡目で指名される、大場翔太、篠田純平の外れ1位で指名。ドラフト1位指名を受けた。 大体大の選手は2013年時点で3人いるが、巨人からの指名は、上原孝九1998年に続き2人目。11月26日に契約金8000万円、年俸千2 0 0万円、推定で仮契約。背番号は36で、これには半分の18、エースナンバーを目指せという原辰則の期待が、込められていた。軍当番がなく、 2軍でも9試合の当板で0勝2敗、防御率7.82、ホイップ1.66の成績に終わった。2は移籍してきた M 中村が36をつけることになり、背番号を46に変更。この年も1軍当板はなく、2軍では26試合の当板で2勝4敗、防御率3.98、ホイップ1.69の成績を残した。もう軍当番は果たせず、 二軍での登板も6試合に終わり、10月2日に戦力外通告を受けた。ドラフト1入団ながら3年で戦力外となり、11月10日に開催された12球団合同トライアウトに参加。2010年12月18日にトライアウトでの活躍がクリーブランド・インディアンスのスカウトの目に留まり、マイナー契約を結んだ。 y エ Q ・キンストン・インディアンスで開幕を迎え、5先発を含む22試合に登板し、3勝2敗に、西部、防御率2.36、ホイップ0.93の成績を残し、チームのプレイオフ出場に貢献。オフは、パナマのウィンターリーグに参加し、8試合の登板で、防御率2.71、ホイップ0.99の成績を残し、オールスターゲームにも選出された。 エ AA 級、アクロンエアローズで開幕を迎え、4月20日に、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズに昇格したが、24日に、アドバンスド A 級カロライナマドキャッツに降格。5月7日にアクロンに再昇格し、6月28日に、コロンバスに再昇格するも、7月2日にアクロンに、再降格。コロンバスでは2試合の当番でも失点を喫するも、 アクロンでは8先発を含む23試合の登板で3勝敗、防御率2.66、ホイップ1.18の成績を残しチームの地区優勝に貢献。ポストシーズンでは2試合に先発し、12回1、3を投げて2失点の好投でチームのチャンピオンシップシリーズ制覇に貢献。オフはベネズエラのウィンターリーグに参加するが5試合の登板で防御率6.06。 ホイップ1.84の成績を喫する。AA 級、アクロンで開幕を迎える。4月29日に、トリプル A 級、コロンバスに昇格するが、4試合に先発指令賞2敗、防御率6.10、ホイップ1.74を喫し、5月17日に、アクロンに降格。6月16日にコロンバスに再昇格するが、1試合に、先発した後再降格。 アクロンでは23試合の先発で6勝6敗、防御率4.19、ホイップ1.25の成績を残す。オフは前年に続き、ベネズエラのウィンターリーグに参加。も AA 級、アクロンで開幕を迎えたが4月9日に、トリプル A 級、コロンバスに昇格し、25日に AA 級に降格。月日に、トリプル A 級に再昇格し、 6月1日に AA 級に再降格。7月3日に AA、A、級に再昇格し、24日の AA、A、級ルイビルバッツ戦で AA、A、級での初勝利を挙げるが翌日 AA 級に再降格。8月3日に AA、A、級へ再昇格するがその後も9日まで昇降格を繰り返し AA、A、級でシーンを終え、チームはプレーオフに進出。 コロンバスでは12先発を含む14試合の、登板で5勝3敗、防御率5.38、ホイップ1.38の成績を残す。オフは、ベネズエラのウィンターリーグに参加した。チームは、リーグ優勝を果たし、カリビアンシリーズ出場を決めたが、出場せずに帰国した。トリプル A 級コロンバスで開幕を迎え、6月22日までに13。 先発を含む14試合の登板で5勝3敗、防御率2.79、ホイップ1.22の成績を残す。6月23日に、スコット・アッチソンのディーフにより40人枠に一人空きができたこと、及び6月27日に、インディアンスとボルチモア・オリオールズの試合が雨で中止となり、翌28日がダブルヘッダーとなったため、ダブルヘッダーに伴い25人ロースターから、 登録人数が一人増える特例により、メジャー契約となり、40人枠に入った当日に、オリオールズとのダブルヘッダー第2試合で、先発投板したが、3回1、3を投げ飛安打4、失点5、自責点3で敗戦投手となった。翌29日にマイナーオプションを行使され、トリプル A 級に降格し、7月31日に40人枠から、外れた。 トリプル A 級では26先発を含む27試合の、当番で15勝4敗、防御率2.90、ホイップ1.17の成績を残し、インターナショナルリーグの最多勝ちに輝いた。オフの12月9日に、翌年もインディアンスと契約することをブログで公表した。トリプル A 級では10先発を含む33試合の、 当番で9勝4敗4セーブ、防御率3.78の成績だったが、メジャー最小格は叶わなかった。11月18日に自由契約となった。2016年11月18日に、北海道日本ハムファイターズとの契約合意が発表された。4月2日の対埼玉セーブライオンズ3回戦、札幌ドームの5回表1一1.3塁の場面で、 救援当番し NPP 一軍初当番を果たしたが、その初級がボークと判定されたために、三類走者の得点を許してしまった。6月11日のフルス、巨人戦で一軍初勝利を果たした。ワインドアップからの最速93メートル PH、約時速150キロメートルの速球を投じる。2010年に北海道日本ハムファイターズから、 海外 FA 権を行使してメジャー挑戦を表明し、同じ年に渡米した立山義則はアメリカでの自主トレーニングのパートナーであり、後に村田は立山の古巣である日本ハムと契約を結んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。